はい、どうも皆さん、トライアングルです。というわけで今回なんですけど、現在こちらサブアカの方なんですが、石がね、まあ、101個と、まあ、チュートリアルで貯めたんですけど、今回、こちらのサブアカでまず100連引きます。100連引いて出てきた星4キャラを全員使って、メインアカ、まあ、ちなみにいるキャラで、まあ、多分大体引くキャラいると思うんだけど、持ってると思うんだけど、持ってるキャラクターでリーグ戦、リーグ、まあ、ワンチャンリーグ、まあ、でも多分基本的にランクマッチだと思うんですけど、フリーマッチか。で、ちょっと全キャラクターを星4キャラ使っていきたいなと思います。だから、100連だから、100連で100爆死したら動画終わります。100連ガチャ引いて、100連ガチャ引く、しかも、なんだろう、サブアカってかチュートリアルでただガチャを引くだけの動画になってしまうので、頼むから、9連続、まあ、11回だからね。9連続爆死はやめてくれよ。というわけで、ではまず、これ使いましょう。これでちょうどできるからね。やりやすいからね。はい。というわけで、じゃあ、しかもウルティ当たる確率高いぞ、これ。あ、てかまずは星4キャラ1体確定とピックアップがあるから、確実に、40連で2体は出るわ。よかったよかったよかった。じゃあ行きます。さあ。まあでも全キャラ使うとなるとかなりの時間がかかってしまうので、まあ本当になるべく試合はもうほぼフルカットなしでいきたいなと。カットっていうかね、1試合1試合もフルで見せるとは思うんですけど、さあ、まあ一応バウンドマンは確定かな。バウンドマン1体は確定はありますね。はい、問題は2体になるかどうかっていうところなんだが、ちょっとリーグバトル長くなるからスキップしますね。100連引くの。さあ、まず1体目は誰だ。あー、セニョールピンク。あー、使ったことないけど持ってます。はい、というわけで、じゃあセニョールピンクですね。これは持ってますね。1体、星4キャラ1体、まずセニョールピンクが10連目で出ました。で、星4キャラ確定なんで、ここは必ず1体出ます。さあ、いきます。さあ、1体確定のセニョールピンクと、使うのはチョニキ。わっ、あー、このチョニキ守ってるけど、なるほど、2年後のチョニキはちょっときついかもしれんな。めっちゃ爆死やん。セニョールピンクとチョニキ。はい、次30連目いきましょう。30連目はさあどうでしょうか。爆死。ちょっと待って、これやばい、危ない危ない、怖い怖い怖い、おお、怖いね、これは。ちょっと待って、あ、ちょっと待って、あ、そっか、これチュートリアルだからピックアップキャラ確定まで引けねえわ。あ、どうしよう、20貯めるか今これ。どうしよう、まあ今いっか、とりあえず30連ずつ引いていこうか。ってことは星4キャラか、まあでも星4キャラ確定絶対1個あるからね、30連に1回は。まあとりあえず、今んとこセニョールピンクと、2年後のチョッパ、これで、フリーマッチ、まずこの組み合わせで、その組み合わせで、1試合やります。じゃあ次、40連目から60連目かな、いきましょう。さあ、それでは40連目いきましょう。まずセニョールピンクとチョッパーしか出てないので、さあ、ここちょっと待って、やばいって、ちょっと待って、それは待って、まあ、でも次星4キャラ確定。次50連目ですね。50連目、なるべくちょっとバトルは何回かしたい、頼む。さあ、まず1体だけ。あ、でもシリューは嬉しい、シリューは嬉しいが、これで合計3体。次60連目か。60連目でまだ3体ですよ。僕5試合か6試合ぐらいやる予定だったんだけど。はい、よっ、スネークマーン、スネークマーン、ベラミーか、高木刑事ね。なるほど、ゲンタと高木刑事ですね、声優さん。マジ60連で、4体ということで、マジか、確定分あって60連で4体、なかなかきついですな。一応60連でか、今70連なんのか。まあ、一応9回引いたらだからね。まだ65連、66連か67連で、4体ということで、今のところ、セニョールピンク、チョッパー、シリューと、ね、ベラミーということで、じゃあ次行きましょう。最後だね。次が最後です。さあ、それでは最後の30連になるんですが、ですね、ちょっと後で動画っていうかね、見せますが、なんと2年後のチョッパー持ってなかったです。メインアカ。なので、今のところ3体ですね。やばいよ。セニョールピンク、シリュー、ベラミー。この3体なので。まあでも一応、次星4、次の、90連目になるのかなは、まあ一応星4キャラ確定だから、一応2試合はできる。頼むぞ。ここで2体ぐらいどうだ。嘘。ちょっと待って、マジ？じゃあ、まこれで確定、これで確定なんで、4体目はまあいる、2試合はできる。あ、でもこれ多いんじゃない。さあ、それで4体目、
さあ4体目は誰？え、ちょーねーベラミンかぶった。え、もう1体。嘘。は、え、ちょっと待って。え、やだやだやだ。え、次星読んでなきゃ。え、来い来い星読。はい、あ、いる、ベラミン。あの、ベラミーだけ使います。あの2試合目は1体、え、待って、99でない、もう単発で1回引けるわ、単発で1回引けるんで、あのでこれで出なかったら、あのベラミーのみ使います。ベラミだけ使って、そのもう一人添えたキャラは使わない。はい、それでいきます。頼む星音来い。じゃあこれでいきましょう。セニョールピンク、シリュウ、でもな、チョッパー出たからベラミ、セニョールピンクで別のチョッパーとかでもいいな。しかも弱いチョッパーで、弱いチョッパーで、シリュウとベラミでもいいかな。ちょっと考えます。マジか、こんなに出ないと思わんかった。はい、一応見しておきますね。はい、チョッパー、2年後、今これキャラ名順です。はい、ここと、いません、2年後持ってないのか、僕、チョッパー。意外だ。というわけで、まず、セニョールピンクとシリュウ。そして、2戦目は、こちら、ベラミーのみと。まあ、一応なんか、舌がペロンってしてるんで、ペロスペロと合わせました。まあ、一応ね、ドレスローザの教団ということで、ベラミーも、一応81レベルマックスのスキルもね、レベル3まで上げたので、まあこのベラミ1体というかね、まあ再出撃はベラミのみで、じゃあ行きましょう。やばい、筋肉ルーレットしてる。筋肉ルーレットしてた今。伊蔵さんになりましたね、筋肉ルーレットの結果。よし、じゃあ行きましょうか。一応、セニョールピンクで行きましょう。セニョールピンクなかなか、メダル忘れた。あ、でもちょっと待って、これ、戦闘力さあありすぎパターンかもしれない。ちょっと一応やろうか。そうだね、一応じゃあやります。はい、これね、スニョールピンクね、守ります、わかります。じゃあ僕旗取ります。ちょっと待って、これスニョール、あー待って、これ一発取りがいいんだけど、ちょっとどうなんだろう。これさ、これが強いのよ。これでいくぞーい、いくぞー、レッツゴーで取れる。こんにちはー、あ、どうもすいません、失礼しました。違う、じゃあこれ終わり際に、はい、ボーン、よし、オッケーオッケーオッケー、抜くか、これ抜いちゃうか。とりあえず抜いて、セニョルピング、あれですかね、実数、おっと、あれ歌怖い、歌怖い、一、危ない、ちょっと待って、大丈夫、ベラミ倒したいね、これさっき、あー倒してくれた。歌さんどうしようかな、これ抜、どんどん抜きに行くか、とりあえずローは、あ、これ飛ばされる、おー飛ばされない。じゃあちょっとローと戦うか、ロー勝負しましょう。抜き終わり際にスキル本体打ちたいけど、え、いいのか、抜くよ。ちょっとローさんをちょっと追跡して倒したかったが、まあいいでしょう。で、白馬怖い、白馬怖い、危ない、あー危ないね、今白馬くん、あー打ち上げられた、スニョルピンク、あ、待って、これさ待って待って、これね、はい、ポーン、4000。そしてさらにどこにいるか分かるまい、白馬どこにいるか分かるまい、こっから、こんにちは、あ、おい、あば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 おい、どうだ、シャンクスがローを止めといてくれれば、まあでもこれ一発撮りって決めてるから、とりあえずこれやるか、ちょっと面白いの撮れたしな。じゃあローさん、じゃあ、はい、よし、オッケー。さあシリウもちょっといいところを最後見せて、あとはもうこれ抜かれなさそうですね。よし、というわけで今回ちょっとセニョールピンク面白いわ、ちょっとこれ使っていきたいかも、セニョールピンク。さあそれじゃあ行きましょうか、よろしくお願いします。ドレスロー、またメダル忘れたぞこいつ、トライアン、やばい、死んだんじゃないの、待って、大丈夫かこれ、いや大丈夫、信じろ、トライアンさんメダルつけてないんですが、いや言わないでくれ、頼むお願いだ、
ちょっとさ、僕ベラミーちょっとさ、いい旗行っていい？いい旗行ってからの奥の旗バネで飛んでいくわ。多分飛べるよね。これさ、バネで飛べるんよ確か。これまずいい旗取るじゃん。いい旗取って旗取ってからのここをポーンってほらこうやって飛べるからで飛びましょう。オッケー、よーし2個目。そう、これがベラミー強いからね。で、来た、来ちゃった。うわー、嫌い。私、あなた嫌い。ちょ、一回、来るか？まだ、闘魚来ない？あ、来た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 。一回待って、どうしよっかな。これ、真ん中行く必要ない。まあ、ちょ、戦闘丸任せようか。これさ、戦闘丸行ってもどうせ勝てんから、待って、めっちゃ強いな、あの戦闘丸。あの戦闘丸、ちょっと待って、これね、こうして、ここで、パーン！あ、届かなかった。もうちょっと敵陣ちょっと自陣を多分お相手強いんであんまりリスポンしてこない読みでもうリスもう自陣も相手の自陣もやってこう。もう多分ガンガン多分ねあの相手はもうリスポンしない読みで抜いていくわ。で、あぶねえ黒ひげ怖い。でこっちセントマル来てる、セントマル来てる。無理かー、くそ今やったんだけど無理だった。待て待て待て、うわー無理怖い、危ない、センキュー逃げろー、ポーン。ですね、あー来てる。あれ何してんの、何してんの。あ無理、あ無理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 、勝てない勝てない、痛い痛い。いや、あ、いけるかいけるかいけるか。びっくりした、全然なんかだだえ、あーびっくりした、なんか全壁に向かってやってんのかなと思ってんだけど、撃っちゃうか。とりあえず撃っちゃってポンポンしてバイバイしてもらって、ちょ待てよ、これね真ん中、真ん中取れる、真ん中取れるんだったらちょっとさ、これびっくりした、ひー来てる。ここで一回ここ飛んで、で抜け抜け抜け、抜いて抜いて、これ闘魚来るか。えー、カッパさん危ない、よし、あーあ、どうもカッパさん、こんにちは。これ多分僕死にますね、死ぬ、死にますねこれ。一回逃げ、一回逃げたい、一回逃げたいけど、14総合力が違いすぎる。いやしかし、あーそこセントバル無理、どうしようこれ真ん中、あーどこもダメ、助けて誰か、ふっ、はい、ちょっと待って、無理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 、どうしようどうしよう、あそこ、あーオッケー、ゾロ手伝おう、ゾロ、ゾロ手伝おう、ゾロ手伝って僕飛ぶわ、はい、よし、オッケー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 、で僕抜こう、僕抜こう、抜いてさらにこっからどっから飛んでこう、どっか飛ぼう、待って、 A 旗飛ぶわ、 A 旗、これこれ飛んで、あー来ちゃった、黒ひげ来るんかーい、気づかないでお願い、私味方、私味方、無理だよな、くそくそー、もうちょっとだ、あ飛んだ飛んだ飛んだ、オッケー抜ける、抜いた、よし3人来た来た来た、誰も誰も抜かないで、何も抜かないで、来たんじゃない、来たんじゃない、やったーありがとう、これは頑張ったんじゃないかベラミー、え、そうだよねベラミー頑張ったよね、今頑張りましたベラミー頑張りました、多分もう逃げに逃げて、そうかこれドレスローザだとベラミーこれいいね、アーロンパークとドレスローザーいいね。これ多分アーロンパークはなんか海越えできるのは知ってんだけどさ、ドレスローザーもいいわ。吹っ飛ばしたり、あと旗、最後に旗抜いて、で隣にポーンと飛んでみたいなことができるから、わー楽しかった。はい、というわけで、今回はね100連で出た、全キャラクターですね。まあ、全キャラクターって言ってまさかの3体だったんだけど、で、そのリーグバトルしてみましたが、これ面白い。ちょっとこれまたやりたいですね。はい、なのでちょっと。またやりたいと思います。というわけで、じゃあお疲れ様でした。バイバイ。